もう一回共有。すいません。すいません。これで。もうじゃあこれで。じゃあ録画の方。はい。それでは本日の談話会を始めさせていただきます。講演者は金野太郎先生で、タイトルが結び目の多項式不変量の研究です。よろしくお願いします。本日は皆さんお集まりいただきありがとうございます。で、今日は談話会ということで、これまで研究してきた、これまで研究してきた内容っていうわけじゃないんですけど、メインで興味持った内容について、お話したいと思います。で、概要としては、に、進めの中でも、結婚式不変量について、そういうのを通して、進める研究を紹介していくということで、娘の指導に関して、プロの人もいますけども、素人の方にも分かりやすくということで準備しました。で、最初はちょっと市民講演を開始いきます。はい、娘によっていうことで、どういう内容、どういうことを研究していくかということですね。それとまず話します。普通に紐を用意して、それを娘で作るっていうのが、紐を用意して娘に作る。いろいろこう娘ができるわけなんですけれども、数学ではこういうふうに、こういうのは考えないですね。閉じたやつを考えます。いろんな娘があるわけなんですけれども、このままだと数学の研究対象にならないので、閉じたものを考えますね。数学では両端をつないで円周を考える、円周にしたやつを考える。このことを娘と言いますと。定義と書いて、3次元空間、あるいは3次元3内の、交わらない、単純平均線から名付けることにするというふうに言います。いろいろ娘の名前がついているわけですけれども、ここではプリギュアのですね、地名の娘、娘のようなやつですね。こうやってできます。あと、一番娘ですね。でこれ、英語ではトレフォインモットというふうに言います。C は、これも出てきます。たちまち娘です。B は、先ほど水引きから作ってますけど、これも有名な研究対象で、研究で出てきます。で、娘だけじゃなくて、娘の場合は一本の演習なんですけども、一本だけじゃなくて、複数一本の演習も考えるというわけで、そういうことをリンクと絡み目というふうに言います。娘の集まりのことを絡み目と思っているので、これも名前がついているのが多い。最初のやつの名前がついていますね。最初のやつのホップリンクと、ホップというのも下の名前ですね。B はバイケット絡み目と、これもバイケットという人の、有名な人の名前を感じたです。しかも、D はボロニアンタンと言われます。これ、娘でも絡めでもそうなんですけども、こういう対照的な形をしているということで、いろいろ文章とかにも使われているということです。それでですね、これは一般的な娘理論の研究目的ですね。今日も、こういうことに沿って、説明していきますが、どういうことかというと、基礎幾何学、トポロジーの一部としても研究されているわけなんですけども、幾何学ですから、要は分類とか、そういうのが基本的なものです。もう少し言うと、与えられた娘から見れば同じかどうかを判定すると。あるいは分類問題と言われるんですが、表を作成するということですね。重複なく、そういう娘の作成。これを表を作成すると、こういう2つの問題が大きな問題です。それについて説明していきますが、
まあ、あんまり座っていないところちょっと省いていきますね。だいたいアンビアントアイソトピーとか言うけど、これもきちんと言うとややこしいんで、まあ、だいたいどういう感じかというと、まあ、アントピーの部分で、認定できたら同じというふうに考えますということで、理解してください。で、最初にちょっと根源についてというと、木下ベラサコについてというのを紹介します。でこれは、まあ、ここにこう娘の模様があるわけなんですけども、これはどういうことかというと、ニュートン研究所ですね、ニュートン研究所の本のデザインですね、本のデザインにこう作られた。で、コンウェイ結びでっていうふうに、まあ、コンウェイを、まあ、コンウェイというのは、大数学者ですけども、ケンブリッジ出身で、まあ、コンウェイを、コンウェイに、で、まあ、コンが作られたということなんです。で、まあ、それと対照的に、こちら、ミッカは木下ベラサカモットと呼ばれているんですね。これもちょっと拡大したやつがこちらです。まあ、これもちょっとよくわかるんですけども、まあ、こういう模様が、この門につけられているのです。これが2005年、こういうのが確かに。これ説明なんですけども、ほとんどインターの質問なんですね、これ。で、ここ、この円で、ブルーとピンクの円で囲ったところが違う。だから、ブルーのところを180度回転すると、右側のやつが動いてるんですけども、どうしてこれ、名前が付いてるかというと、これは、まあ、交点で交わりですね、この図、図式の交点の数が11なんですね、このうちらも。11交点までの結びの中で、アレクサンダー多項式というのは、また説明しますが、それがトリビアルな最初の2つの結びですね。で、木下テラスとか結びの方が最初に発見されています。で、公営、こちら公営結びと言われているのは、どうして公営結びと言われているかというと、公営は表を作っていたんですね。公営以前は10交点までの表っていうのが、できていたんですけども、今回は11交点のやつを表で作った。その際に、まあ、この2つを発見したと思うんですけども、まあ、そういうのにちなんでトリビアルなアレクサンダー多項式を持つ最初の2つになったんですね。まあ、木下テラサカモットの場合は、それ以前、その時はまだこれが一番小さいなんていうのは、そこまではまだちょっと分かってなかったと思うんですが、でしかもこの2つだけだっていうのもちょっと分かってなかったんですけど、まあ、そういうふうに呼ばれております。で、今日の話、多項式と言えるということで、まず最初に出てくるのはアレクサンダー多項式というやつなんですけども、それは、1923年、アレクサンダーが発見した結びからの理想原理を言われています。でこれ大雑把に言うと、歩空間、娘の歩空間ということは、娘での三次元空間の中に置かれているんですけども、それの歩空間の無限循環、非歩空間の、まあ、一次元のホモロジーですね。大雑把に言うとそういうものなんですね。まあ、いろいろと求め方があるわけなんですけども、アレクサンダーが論文で書かれているのが最初のやつです。娘の図式からアレクサンダー行列というのを。求めることができるんですけども、まあ、それから計算することができる。であるいは、ザイフルト局面というのが娘にあるわけなんですけども、娘に対してザイフルト局面というのがあることができるんですけども、どういうやつか、2の娘は結び目を張るような境界と持つような局面です。そういうのをザイフルト局面というんですけども、まあ、そういうそのザイフェルト局面からザイフェルト行列というのを求めて、まあ、そこからアレクサンダー行列を求めた。そういうことですね。であるいは、フォックス微分というやつで、まあ、基本分です。娘の空間の基本分から、まあ、大数的にアレクサンダー行列を求めた。まあ、こういういろんなことがあるわけなんですけども、まあ、要は娘の空間の現状から非空間と。
それで、今のアレキサンダーの論文というのは1928年ですけれども、それに先立つ、近い時期ですね。アレキサンダーとブリックスが、アナルスデマという表を発表しています。でまあ、それ以前にもすでにその表を作るということが行われていたわけなんですけども、まあ、ここで休校点までのやつを休校点までの結べるというのを、まあ、きちんとまとめたと思います。で、ちょっとこれ分かりにくいですけども、バンドズですね、3、1、1とか。で初めてここで娘のバンドズ、バンドをつけたというのです。でまあ、今もこれ、これ三つ葉娘なんですけども、これは3、1と。でこれ8文字なんですけども、これは4、1というふうに名前を、そういうバンドをつけて、これはもうみんなでこれ使っています。もう一つ注意なんですけども、これ上下ついてなかったですね。どうしてついてなかったかというと、これは交代にする目立っている境界がある。その交代ということは、たどっていった上下上下ということですね。そういうふうに交代にするというんですけども、最初のこの小さいやつというのは全部交代なんで、特に上下つけてないんですね。アレクサンダー・ブリックスの方ではそういうふうにつけてない。で、さらにつけてない理由っていうのは、まあ、これ、三つ葉娘に対して、左手剣右手剣というと2種類あるんですけども、多分この時代、この2つ区別するのも非常に難しかったんだと思います。まあそういう意味で、まあ、同じか違うかっていうのをね、まあ、それを飛ばしたということもあるかもしれないです。で、実際、アレクサンダー公式では区別できないんですね。右手剣、左手剣では区別できない。で、ところがすぐにその8文字出てくるんですけども、次の8文字は、これ、まあ、こう2種類こう付け方あるんですけども、実は一緒なんですね。別の絵を描くと、こういう2つ、下の2つの絵なんですけども、これ、真ん中の軸でこう、ぐっとこう増してあると、こっちに1回向くわけなんですけども、というのを、だから、共存と合計ということで、物手形、アフィケーラ、アキラというようなもので読みます。まあ、こういうのは時々出てきます。でまあ、この場合だと右も左も書けないんですね。で実際、どれがその明らかそうでないかっていうのは、多分この試合はすごく難しかったで、ね。で、あと、もう一つ注意なんですけども、表に出てるのは全部プライムってことなんですね。結び目2つあったら、それをくっつけて合成することができるんですね。こういうふうに3、1、4、1と2つあったら。それを合成して、まあ、そうするとまあ7交点の問題ができるわけなんですけれども、一応先ほどの表ではそういう合成結び目は排除しております。で、ちょっと、まあ、これまた後で確認するとここに注意するんですが、合成結び目の場合のアレクサンダー公式は長方形、2つのアレクサンダー公式も積になると、まあ、そういう公式があります。で、これはさっきの最初のアレキサンダーの論文に出ている表なんですね。で、この時にほぼ休校点までの結び目の分類が、まあ、アレキサンダー多項式によって完成した。ほぼ完成した。で例えばこう 1-1 と書いたのは 1-p 出していいんでしょうという意味です。まあ、そういう感じで、結び目の番号とそのアレキサンダー、それのアレキサンダー多項式というのが目標になっているんですね。で例えばこれなんか見てもらったら、6のなんとか、9のなんとかっていうんですけど、それはまあ共通のアレキサンダー多項式なんですね。でもアレキサンダー多項式はもちろん分類は不可能、全部分類するということはできないというになっています。これが1928年の話で、ほぼ休校点までの結びは、まあ、これによって分離することができた。で、続いて、さて、木下ノートの寺坂先生、木下先生と紹介したんですが、まあ、こちらの先生も同じなんですが、木下先生も、まあ、僕さんに言いましたが、まあ、日本の数名理論の、まあ、最初の研究者ですね、寺坂先生。で、大体、
テラスカ先生にたどっていくと、テラスカ先生に行くと、この写真は、ネットに載ってたやつなんですけども、今もブルーバックスの、ブルーバックスから撮ってるやつですね。こちら木下先生で、こちらのフロリダ地区と感覚になりました。私自身は、寺坂先生、大学の時は寺坂先生がセミナーには来られ、出席されたりしていたんですが、直接お話はしたことがありません。大先生。木下先生の方は、科学に耐えられてきた時から、セミナーでのお話が、で、こういうですね。で、木下寺坂です。先ほどは門の図では、こっちの十一工程の描かれたんですが、もともとはこういう形なんですね。こういう形で、これを変形したら、これだと十二工程なんですけども、一個減らすことで、一個工程減らして、十一工程になると。これが三日の形。これアレキサンダー骨が1だっていうんですが、こういう結びを構成することができたというのが、1957年の大阪バスジャーナルです。で、この時代、この時に多分、他にも2編ぐらい、キセルに論文がありましたが、これが最初の、ほぼ最初の日本の結びの論文です。で、これの仕組みをちょっと言いますと、対象和っていう作り方なんですね。スンデトリックユニット。まず31と31、これこれのことと、それの共像ですね。共像ということは真ん中にカバーに置いて、次は紙の像ですね。人工紙の像です。それを合成したやつですね。で合成して、さらにこの真ん中のところでこう引っ掛けてやるわけですね。で、そうやってできたやつを、そういうできたやつになることを、シンメトリックユニオンというふうに呼びます。で、これどういう性質があるかというと、合成はもちろん、さっきも言いましたように、ちょっと積になったんですけども、このシンメトリックユニオンというのもやっぱり、このまま積になるんですね。これは非等式一緒です。だから、この3131ですね、31と31、スクエアノットと言いますが、これと同じ、アレキサンダー多項式を持つ結びになっている。木下テラスカノットはどういうふうにして作られているかというと、ここでは最初に言ったんですけども、トリビアノートを持っているわけですね。こう地面なんですけど、これ外れてはトリビアです。ね、とかトリビアです。トリビアのやつを持ってきて、これ、シンメトリックユニオンを作ってあったのが、これが木下テラスカノットなんですね。ということで、アレキサンダー多項式はトリビアですと。そういう構成の仕方です。でそうすると、これ、結局これが一番そのアレキサンダー多項式が一番のやつで、一番簡単なやつと。そういうことになるわけです。というわけで、こちらの方がね、コンエ多項式、コンエのそういう数え上げよりも10年先に、こういうのが発見されましたと。というのですね。でこれ一般形ですね。これトリビアルです。J、J、J コーティング、J ですね。こちらがトリビアルで。で、真ん中、偶数回の引っ掛け方ですね。で別に奇数回も進めていくようにするんですけども、偶数回にするとちょうど積の形になるんです。で、この工芸ですけども、こちらも残念ながら、こちらは残念ながら、もう昨年、コロナで。コンウェイ自身は、スメリオンの論文というのをここで紹介したやつ、もう一個ぐらいですね、有名なのがあります。で、もちろん大先生で、いろんな分野で、そういう大きな仕事をされています。ここもネットから撮った写真です。
でこちらはあの今あのこのカラーのですね、カモリ1967年、これがすごく有名なものなんですけど、ここであのそのダングルっていうのを使ってあの娘の数えられるまあ合理的にこうだったんですね。娘の数えられるそういうダングルっていうのを使ってあの利用したと。でまあイントロの方にもちょっと書いたんですけども、イントロの方にもリトルっていう人が、まあ、これ、もう以前 の, あの数え上げで信仰されている人なんですが、1893年から1899年。そんだけかかったやつでも、まあ、自分のやり方をしたら、あのまあまあ、午後の半日で、まあ、ワンアフタヌーンズワークなんか書いてあるんですけど、まあ、2、3時間でこんなものができますと。まあ、そういうあの素晴らしいことだということをリトルに書かれています。まあ、そういうふうに。あのまあ、でもこれ、この時代はあのもちろんあのコンピューターそんなに発達してなかったので、これすごく有効な方法だと思います、ね。で、さもし、フォーラムでもあの重要なことが書かれていまして、あのほとんどね、さっきの論文っていうのは、フォーラムではなくて、結果だけこうずらずらと書いてあるんですね。結構娘の不変量をずらずらと書いてあって、あとは表ですね、数え上げた表、娘の表と絡みの表がずらずらと書いてあるだけで、具体的には何も関係ないですね。だからあんまりすごく読みにくい、すごく読みにくくて、あんまりよく読まれてない。わしは学生の時はもちろんその案文があったんですけども、なんか難しそうで全然読み切れなかったんですけど、そこにこういうこと書いてるんですね。公営多項式と呼ばれるやつをご紹介しています。それはどういうものかというと、あれこれはアレクサンダー多項式と同時なものなんですけども、こういう3つリンクがありますと。でちょっとこれ、今こう説明です。具体で言ったらちょっと悪く分かるんですけども、ちょっと3つリンクがあって、その1部分だけがこう違うんですね、この3つ。3種類。で、それらのこの得た公式の間にこういう関係式がありますと。で、これはスケイン関係式というふうに呼んでいるんですが、まあ、これを使うと、アレクサンダー多項式が簡単に計算できるということが書かれています。ちょっとそういう関係あるので、ちょっと言いますと、この得た公式の Z の変数なんですけども、Z を t の2分の1乗、まあ、ルート t、ルート t 分の1で変数変換したものがアレクサンダー多項式なんですね。で、だからまあ、すごく見やすいんですけども、この得た公式だと。この2つでいつも計算できると。例えばこれですね、この3つ、これがトリビアルです。このトリビアル。こっちも、まあ、未成分だけでもトリビアルなんですけども、この式に当てはめますと、これ、ナブラのトリビアル、ナブラのトリビアル、で、ナブラの自明な未成分のカラミント、まあ、ゼロとつくんですけども、こっち、左辺はゼロですから、結局、このトリビアルリンクの公営多項式はゼロです。まあ、こういう単位の計算をしているんですね。もうちょっと言いますと、例えばこれね、三つ編み数になります。で、どういうふうにして、この得た公式計算していくかというと、やっぱりこう三つ、交点1個を注目するんですね。で、これの交点の上位に変えたやつはこちら。で、交点をなくしたやつはこちらっていうふうに、トリーを作っていくんですね。で、それで一番下にトリビアルなやつを、トリビアルになるように、こういうトリーをどんどん作っていく。で、そうすると計算ができる。ここ L0 がこれトップリンクで、この別のところでスケーター形式を使っている。そうするとこれトリビアルリンクですね。こちらトリビアルリンクで、つけてあってトリビアルリンクで、この2つは分かっているからこれが分かっている。これが分かって、でこれトリビアルリンクだから1。で、そうすると、ペテンのトリファイルリンクの透明な公式が求められると。まあ、こういう形ですね。今回はこれを使って計算したんだと思います。アレクサンダー多項式を計算したんだと思います。で次に、この方が出てくる
のジョーンズですね。ジョーンズ多孔子のジョーンズです。で、ニュージーランド出身で、1990年 の、 あの京都の、ICM の時にフィールズを受賞した。まあ、ジョーンズ多孔子の、まあ、ジョーンズの運命ですが、もちろん、もともとは別にノートの人じゃなくて、シースター館ですね。が、まあ、ジョーンズ多孔子を発見したと。今大きなことです。で、こちらの残念なのが、昨年ね。で、ジョーンズ多孔子の、まあ、いわゆるもともとの定義は、グレール組紐の分からの表面でこう定義されたんですけども、こちらも線維関係式というのがあったわけですね。ちょっと複雑になりますが、こういう線維関係式。で、さっきと同じように、この線維関係式を使うと、ベントマンとかで、ジョンサコ式を求めると。話としては、ジョンサコ式というのを、まあ、表現から定義したんだけども、そのジョンタ公式は実はこういうステイン関係式があります。で、だから逆に、このステイン関係式から、結び目と互い目の不変動が定義できるという形になるんですね。で、これちょっと考えてもらいたいんですけど、これぐらいだったら、ちょっと書いただけだから、こんな係数ね、いくらでも変えられるだろうっていうのがまあ普通のアイデアなんですね。でもっと言うと、透明化公式の時にそういうアイデアがあったとしてもおかしくない。だけども、まあ誰も気づかなかったと思います。で、まあさすがにこれを見たら、次、これを一般化できるんじゃないかというふうに考えるのも自然なんです。まあちょっと、まず透明計算をちょっと見ますと、先ほどのトリビアリー、トリビアのことからの特性リンクなんですけども、ちょっとこれの場合複雑になりまして、こういう形ですね。ちょっと計算しないと思うんですが、トリビアリンクは、トリビアリンクは、ジョンサコ式を持っている形になります。で、ちょっと複雑です。でですね。で、ジョンサコ式っていうのは、まあ、同じようにスケーカー形式が計算できるんですが、三つ葉結びのですね、こう、トリフォルノット2つあるっていうんですが、アレクサンダー多孔子の時は区別つかなかったんですけれども、ジョーンズ多孔子の時は区別がつきます。で実際に2番目ですね、共通のジョーンズ多孔子は、この元のやつの、T、ST に T インバースを代入してしたものです。でだからこの2つ違うというわけで、まあ、あっという間にこの2つの違いというのが分かったわけですね。で、先ほども最初に言いましたように、八の字ですね。八の字は、アキラだったんですけども、実際は T のインバース第一とも、多孔子変わらない。こういう対称っていう形になります。で、アキラルカっていうのも、まあ、ジョンズ多孔子が一つの目安だと。ちょっと。で、さらに、まあ、合成の場合は、それぞれの積になるという、まあ、これ、使うと思います。で、ジョンズ多孔子の場合は、これが大きな結果なんですけども、相対結び目だとすると、相対結び目のジョンズ多孔子の、交点数ですね。交点数っていうのは実はジョンズ多孔子の次数の差で評価できると、そういう結果があります。例えばこれ3、1モットだと、t の1乗と t の4乗ですから、その差が3って言って、交点の数、最小交点の数が3以上ですね。で8の字で4交点ですけど、マイナス2と2ですから、次数の差4で交点、最小交点数は4だということが分かるわけですね。まあ、これを証明したのは2つですね。カウマ、エピストスというか、まあ、独立にこれを証明した。まあ、これも予想されていたことだったのか、こういうことも予想されていたことだったのか。何を予想されていたかというと、交代結びだと、まあ、余分な交点がないときが、まあ、それが最小の交点だというのが予想されていたんです。だから図を見ただけでも交点はほぼ交代だと決まっちゃうという、そういう予想だったんですけども、こういう上手な公式を使うと本当にそうだということが証明できます。
で、これです。あの、ですね、あの、先ほどちょっと言いましたが、あの、これですね、あの、ちょっとケースのことを言いましたが、あの、このケース、P インバース T、これなんです。これ何でもいいんじゃないかということで、一般化されたのが、あの、コンフィギュアポーチと呼ばれますね。まあ、ほぼ同時に、これ、あの、コンフィギュアってどれなんですか？頭文字を取って、こう、くっつけたのって人、まあ、頭をつけたんですけども、これは、まあ、6人なんですけど、まあ、グループとしては 4グループですね、本部で、さらに PT っていうのが、まあ、物質好きなチップっていう人があって、こちら物質好きなチップです。で、まあ、あの、ここの PT の方々は、まあ、トーナメントの方で、まあ、その時代、結構あの、東ヨーロッパの方が混乱していたんで、あの、郵便が届かなかったっていうことで、あの、ちょっと遅れて、あの、ちょっと遅れたんで、まあ、これには入らなかったんですけども、まあ、あの、今は問題で、この方々が、まあ、このコンピュータとしての発見者だというふうに、呼ばれてまして、まあ、コンピュータとしての存在します。で、トラチック、まあ、あの、プシスキーあの僕は結構日本人と、そう、本から記録したりして、何回も行ってますし、ドラチックさんも実はあの80年代にハワイに何ヶ月かおられたと思いますが、この方は非常に面白いと思います。で、ホームリータ投資の場合はどうかというと、まあこれあの先ほども言いましたが、これケースね。XYZ でいいんですけども、実はまあ XYZ だったら、まあ1個終わったら、結局2個なんで、2変数なんですね。で、まあ、何が都合がいいかというと、あの、どういうふうにすると都合がいいかというと、ジョーンズ多項式の T インバース T に合わせるとか、まあ、あの、今後に Z に合わせると、まあ、見やすいんで、まあ、これ割と、あの、まあ、T を使うかどうか、T とか Z とかいう変数の名前は変わるんですけども、これ割とあのよく使う。使う定理の仕組みですね。で、あの、トリガーの対値、まあ、これはちょっと正規化あるんですね。で、まあ、トリガーリンクは同じように計算するとなります。で、そうするとですね、ホンフリータ公式と、あの、ホンフリータ公式はだから、あの、コンネとジョーンズの、まあ、親の前にですね、あの、試験関係式に結構分かりますように、ホンフリータ公式で P を1に代入してやると、P を1にしてやると、アレクサのコンビですね。で、Z のやつを、Z をこういうふうに打ってやると、あのジョンズが出てくると。で、まあ、この2つも親だと。で、問題はもちろん、あの、分類問題なんですけども、結び目の場合、結び目から見られてるんですが、ジョンズが1だと、1っていうことと、そのノットがトリビアに結ばれていないっていうのがどっちかと。これは全然あの今も分かっている。今も同じです。で、同じように絡み目ですね。あの成分数が増えたときにどうかと。で、これは後で言いますが、こちらは実はそういうのが存在するというのが分かっています。で、結びは分かっていないと。で、まあ、それに先立ってちょっと、タコシ復元のとは別の話なんですけども、これはいい話ですが、あの、自明が結べないため必要十分条件というのが例の時代でして、これは、あの、結べ群で、あの、いうことが、あの、結べ群が、あの、Z ですね。無限循環群であるというのは必要十分だっていうのが、あの、知られています。それは、あの、やっぱり PR ですと、まあ、本間先生の独立な仕事で、まあ、これは知られています。でだからといって、あのまあ、娘分がこう表示でこうすぐ計算できるわけなんですけども、まあ、すぐっていうのは、ものによりますが、あのすぐ計算できるんですが、それがあの Z かどうかと、無限循環かどうかっていうのは、また、それはまた難しいわけです。まあでも、まあ、これ、ベールの問題っていうのは難しいです。で、これはちょっと古い、ちょっとこれ、あんまり大きくなるんですが、ちょっと。前の方で。これは、
こちら星川先生で、ここの方もラスキー先生ですね、さっきの方です。これがラスキー先生です。一応、本間先生です。こちらの3人の先生がとラスキー先生の還暦の写真ですね。この3人の先生方は、寺川先生の学生さんだったので、星川先生で、これは私の神戸の仕事の先生。でこちら、田尾先生で、ちょっと前に、次第の先生で、ちょっと前にも、こちら、田尾先生と奥さん。ちょっと簡単な先生でした。という感じです。で、ちょっともうちょっとこっち行きますと、これは先ほどもありました、広島先生。まあ、本間先生ですね。まあ、いろんな人ですけど、あんまり大きくないですよ。さあ、ここまでにしますね。ちょっと都合回りしていくかも。私も映ってますが。で、これですね。これが、これなんですが、まあ、学問の話なんですけども、先ほども言いましたが、ジョンスタ公式が取り上げるかどうかっていう。トリビアルだっていうのと、ジョンタ公式が一緒だっていうのが、まあ、まだ今も分かっていないので、まあ、これでも拾ってるんですけども、無限個の、ここをこういうのを構成したという話なんですが、無限個のノットで同じジョンタ公式を持つと、そういうノットなんですね。で、これ、別にこれ、これも、木下と浅田先生の、対象和の形になっているんですけども、対象和を研究してて、これを作ったわけじゃないんですけど、まあ、たぶんそうなっています。で、ちょうど、八の字結びですね。八の字結びの対象和になっています。まあ、ただ2箇所ですね。2箇所を比較しています。で、偶数の時は、ちょっと、まあ、奇数の時はまだちょっと複雑になるんですけども、偶数、P級の偶数の時は、ちょうど4日のことですね。8の字結びの2日のこと。別のことしか進んでいません。で、他の不変量を聞いてみますと、乗差公式の時はね、こういう偶記関係なしに、まあ、ほぼ8の字結び。P たす Q の場合一定だと、いつも一緒ですね。いつも一緒の乗差公式を持ちます。で、ホフェタ公式の場合は、分岐が一緒だと、どちらも分数だと、ピーキー分数だと、まあ、あれ、先のあれ、ホフェタ公式みたいな感じの、まあ、公式が成り立ちますね。まあ、そういうノートでした。で、ここでですね、これ分類のことなんですけども、これ分類なんですが、PQ と QP、これ入れ替えても一緒です。まあ、それはちょっとおかしい。で、あと共造ですね。イライデンスではマイナス P マイナス Q。で、P も Q も偶数だと、実は、ジョンスタ公式プラス、あとアレクサンダー化群で分類が可能です。で、もともとは、これどうして作ったかというと、ファイバーグノットを研究してまして、でファイバーグノット、あれファイバーグノットなんですけど、あれ分類するの、分類を考えたら、分類どうやってするのかなと思って、ずっとやってたわけなんですけど、最初だからアレキサンダー化群で、まあ、分類、大雑把に分類できるんですけど、完全に分類、大雑把というか、まあ、P、M-N、もっとちゃんと言うと、M-N が一定だと一緒になっちゃうんですね。で、ところがですね、まあ、とにかくその分類ですごく悩んでたんですけども、ある時はジョンスタ公式が出てきたので、ジョンスタ公式を試してやると、まあ、両方使えば完全に分類が可能だと、そういう感じです。で、これ構成し、これの分類なんですけど、完全に分類したのは岩瀬さんで、清さんですね。今度次に、また、しますが、旧太公式というやつで分類ができました。あるいは最近だと、まあ、ワンフォロジー、ワンフォロジーでは分類できないとか、いろんな例で、いろんな新しい変量が、
So in this case, the unit is called slow. これなんです。どういうことかというと、今ここのこれが、これです。で、これが、こちらです。これを、これをデザインしたそういうシャツです。でも思い出すと、まあ、8文字ね、8文字数の構成と同じ、ジョニックとして、しかも数の数です。で、まあ、いろいろ進んでいくわけなんですけども、先ほどのトリビアリングの時どうかっていうんですが、これは、2000年ですね。2000年ちょっと超えたけど、2000年に、これテストにするんですね。この人はトリビアリンク、ノントリビアリンクで、ジョンスタ公式がトリビアリンクと同じやつを発見しましたというで、ね、で。これがそうなんです。この最初のですね。これ、もちろんこれ、各線を見てやると、こちらが三つ葉結びで、こちらが八葉結びなんですね。で、その組み合わせでこうできているんですね。これが最初の。そういうやつなんですけども、まあ、テストスウェイがどうやって発見したかというと、やっぱテーブルをこう、リングのテーブルを見てやって、これを見つけたと。で、これをこの系列と一般化したのが、で、それの無限と構成しましたと。メジャーフルカウマテストスウェイがあります。でですね、まあ、これですね、こちら左側のやつですけど、ジョンスタ公式はトリビアリンクと一緒です。でも他のプレビューですね、全然ね、トリビアじゃないんですね。コンフェも違うし、コンフェも違うし、キュータコーチも違うというわけで、まあ、ジョンスだけが、なんかは違う。だから、それの理由はどうしてかというのが、まあ、大きな問題なんですけど、まあ、たまたまそういうふうになったかというわけですが、まあ、それも一つの問題です。で実際、まあ、そういうふうにこう表で見つけたというんだけども、まあ、今のリンクでしたけども、結び目の数っていうのはすごく、最初はね、最初はほとんどこんなもんですね。9交点で49ですね。9交点で49。で10交点で165個というふうに読んでもらっていて、11交点までっていうのは、これはさっき最初に言いました、トンウェイはもっと大きなったと。まあ、これだから手でやったんですね。でもそれ以降は、まあ多分、何人かの人が、まあ、挑戦していますけれども、まあ、このホスト、ティストスウェイ、ウィッツの論文で、16工程までを完全に分類しましたと、まあ、1908年ですね。でまあ、16工程まで138万個。で、これ全体はまあこれ上のやつなんですけど、相対結び目の場合は、先ほど言いましたように、ジョンスタ公式もノントリビアルだし、まあ、割と分類が、抗体がまあまあできる場合があって、まあ、非抗体、抗体でないやつを分類するというような大事な形になってくるわけですけども、まあ、どんどん抗体数が大きくなると抗体でないやつの方が多くなってきますね。16抗体に対して100万個、100万個と。で、だから、ティストのスウェイを見つけたっていうんですけども、だそういうとこからそういうのを見つけてきた。その100万個とか、そういう中から見つけてきたです、ね。で、キュータ公式っていうのも全然説明してなかったんですけど、今度はもう一個ね、スケール関係式の場合、3つのリンクの関係で打ったんですけど、キュータ公式っていうのは、武器のついていた結び方について4つですね。4つかな、ね。まあ、縦だけじゃなくて、向きも。ここにつないだやつも考えましょうというと。この4つのロッドリンクの間の多項式変異です。でこれが、まあ、だから、試験関係式見たら、まあ、こういうのを考えるのも、まあ、自然な話だと思うんですけども、それが、まあ、ホフリタとしての数直ですね。
ね。ちょっと文庫の発見先。まあ、これ2グループですね。で、これネットで。あの多分なんか70ぐらいの誕生日かもしれません。まあ、これ王冠かぶってるのは多分、もっとの順そういう、まあ、こういう写真になってました。で、まあ、カウンマンをいろんな仕事してるわけですが、まあ、次に説明するカウンマン多項式というのを定義したんですが、まあ、それよりも、まあ、影響が大きかったのは、ジョーンズ多項式をあのブラケット多項式というやつで、あのまあ、説明したというか、まあ、解釈したというのが、これがすごく大きかったですね。これはすごく影響が大きかったです。でも今はカウンマンブラケットと、ジョーンズ多項式そのものよりは、まあ、こちらもかなり、違うかなり使うと思うんですね。で、まあ、今日は、まあ、そちらも使うので、こちらのカウンマン多項式なんですけども、ね、これは、まあ、さっきのブラケット多項式の中で、あの旧多項式の向き付けバージョンですね。向きのついたバージョンです。まあ、これ最初にこう、あのちょっと分かれてきちんとやってほしいので、ざっとしかありませんが、まず図式について、あのさっきの旧多項式みたいなやつを定義したやつがラムダ多項式です。で、それに向きをつけたやつがあのカーボン多項式ですね。向きを考慮したやつが多項式です。で、もちろん、旧多項式の向き付けバージョンですが、あのこのカウンマン多項式から旧多項式というのも得られるし、実はさらにジョーンズ多項式も得られる。でこの2つの多項式の、まあ、覚えなんです、ね。ですね。で、さっきはジョーンズ多項式がトリビアルのやつが見つかったと。2019年ですけど、2017年ぐらいかな、宮沢さんは、旧多項式が取り入れたやつを16項点で見つけたわけです。16項点までの、結び目で、旧多項式が取り入れたやつっていうのはこの2つなんですね。で、旧多項式のはジョンズ多項式と同様に、交代だとノントリビアだっていうのは、それは分かってる。だから交代でないやつからそういうのを見つけるわけなんですけども、16項点までの結び目を表っていうのは公開されているわけです。で、多分分類する際にあたって、カウンマン多項式とか、分類多項式とか、カウンマン多項式とかを計算して分類しているはずなんですけども、旧多項式は多分無視されてきたんだと思うんですね。でもし計算してたら、これ、その時に見つかったはずなんですけども、これ、だから、結果方式というのは無視されていたかゆえに、まあ、後になって、実はトリビアルなやつが、さらに使ってた。計算機使ってるんですけど、それで、まあ、これ、その元の2つを使ってやって、まあ、宮沢さんの仕事というのは、トリビアな旧多項式を持つような結び目とか課題目とかを無限と合成した。もちろん合成してやるとね、まあ、そう作れるんだけども、さらにね、合成じゃないやつで作ろうっていうわけで、まあ、ちょっと工夫してるわけですね。でこちらもね、どうしてこれがトリビアな旧多項式を持つかというのは、全然わからないですね。どうしてこれが取り入れられるのか。で、他の多項式は、これ、最初のやつは、こちらはね、こちらは、この多項式のうちなんですけども、こちらは、他の多項式が全然取り入れられないです。それでですね、旧多項式のことになってますけども、旧多項式を結び目の方を作る方法っていうのを紹介しますね。10の22、10の30、10の旧多項式を共通で持つんですけども、それはこういうふうにするんです。これもやっぱり、進めてるというふうに言うんですね。で同じ結び目の進め、同じ合二結び目の、対象はです。同じ結び目合二の対象はですね。で、ちょっとね、位置が違うんですね。その対象はしてる位置が違うんですね。
でだから違う歌詞を作ってると違う結びができるわけなんですけども、でこれどうやってその旧歌詞を計算するかといいますと、これこれ元のやつですね。でこう真ん中にこの黄色いところを交点に変えてやると、そうするとあのこの L マイナスというのができるんですけども、 L マイナスは L プラスと比較して、実はこれあのこの縦の軸で180度回転してると共存になるんですね。で旧多項式の場合は共存をとってやっても変わらない、同じ多項式ができますというので、 Q の L プラスと Q の L マイナスというのは同じ多項式です。で、まあ、そこがちょっとボーナスで、あのでこの0と L 無限というのを見てるんですけども、0の方はあのこれはまあ元の対象は取る前に元の結びの、あの合成ですね。そして、無限大、ね、横につなげたやつは、これはプレミアムアップと外れまして、これ地面な2000の絡みになっているわけで、この L0 と L 無限大という2つのグループはどちらも一緒なんですね。10分の22、25、30の2つありましたよ。で、L プラス L マイナスの方が上下。こちらも知識ということで、こういう感じで計算することができます。こちらもですね、具体的な知識です。それでですね、で、ここでちょっと、ラムさんっていう人がね、こういうことになります。リボン娘っていうのは、これもちゃんと説明してないんですが、リボンシンギュラリティを持ち、リボンシンギュラリティを持ち、円盤を境界に持つようなんですね。まあ、例えばこういうやつ、リボンシンギュラリティは、こういう、なんか突き抜ける感じのね、あの特異点集合ですね。そういうやつは、その対象で表せれるかということを考えました。ちょっと時間があるので。それで対象和で表されたすべてはリボン結びですね。これはラムさんのこういう形になる。単に合成だという形ですね。で、対象和だとそのこのリボンをこうねじったやつですね。ねじったものを作るで、ラムさんという方は非常にすごく先ほど問題を考えておられまして、いろんなリボン結びを持ってきて、それを対象和で表すということを考えています。論文のアペンディクスというのがあるんですが、対象和、いろんな対象和が、まあ、これは僕一部なんですけども、これは私もさっきの説明のやつの、あのファミリーですね。で、まあ、これちょっと最近、修士の人のセミナーでこれ計算しようというエクセルを計算してたんですけども、これちょっとね、これフォイモッドの対象はこれをちょっと考えました。でこれなんですけど、ちょっと先のとの形が違うんですけど、これですね、ちょっと形違うんですけど、ここに座るする2つの対象です。そうするとですね、まあ、まずアレクサンド、クメタとしては、まあ、動きが違う。これがいろんなケースがあるんですけど、ね、どんなあすで。これなんですけども、ジョーンズ多項式については、まあ、似たような式ですね。ジョーンズ多項式には似たような式。N と M が一緒だと、N たす N が一緒だと、ジョーンズ多項式にします。L と M というのは何かというと、ですね、ここのコードに同じで、ここの K はちょっと一緒してて、そうするとジョーンズ多項式が一緒。で、さらに、ここでの発見は、だから、Q も一緒だったと。これが一緒っていうのは、まあ、かなり思い出が残るんですけども、まあ、たまたまそういうのが見つかりましたと。で、もちろん、コンフリーも空気を考えると、まあ、結構一緒なやつを作ってくれる。で、まあ、これまとめてやると、
本振り多項式と、まあ、本振り多項式が一緒だから、この上多項式、自分多項式も一緒なんですね。でそれと、旧多項式を無限と一緒のやつが、一緒の結びのファミリーが存在するというわけで、まあ、計1人と。いくつすると、ですから、これ、無限と一緒のやつ見つけたとか言うんだけど、無限とって本当に無限と違うかっていうところが大問題なんですけども、まだちょっと完全にはできてなくて、まあ、1の時だけ、調べていると、まあ、カーフマン多項式で無限ができましたと。です。で、以上です。